やめろやめろ、男同士で何を考えとるんや。おおミートピアはい、というわけで、前回はね、無事リアル友人たちでね、リアル友人たちで、ちょっと今笑っちゃったけど、リアル友人たちで、一つね、やりました。今日もちょっとね、自分の育てたね、ミーを見てほしいともあるんで、今日もちょっとね、この旅人町のお使いをしつつね、戦闘していこうかなと思います。よろしくお願いします。さあ、今回は珍しい感じだね。ここのね、門は多分通れないんじゃないかな。行き止まりか。こういうイベントあんの久しぶり見たわ。まあ、本編では結構あるんだけど、そんなみんながっかりそうな顔してないでよ。じゃあ行きましょうか。今回の仲間たちは前回と全員変わりましたんでね。はい。今回は前より強いよ。前より明らか強いからな。今回ばっかりは。行こう。いや、期待できる。今回は。前回はちょっとあれやったけど。今回もね、クエストの難易度はね、最高難易度レベルなんで、あんま油断はできないんですけど。でも仲間が今回強いんですよ。頼むぜ。まず自分から、あ、俺も勝手に行動してる。自分も AI になっていた。これね、下画面でこうやってできるんですよ。自分も AI に。さすがに命令しようね。さあ、しおちゃん、しおちゃん。しおちゃん、もうちょっと火力出して。さあ、リリアスマン、目が入る。魔法使い強い。安定してるわ。さあ、ビリアちゃん。今回はですね、リアル友人など全く関係ない。いわゆるですね、まあ、創作的な、オリジナルキャラですよね、こいつら。今回のメンツは全員オリジナルキャラです。はい。というか、友人が少なすぎて、オリジナルキャラで水増しするしかなかったんですよね。友達が少なすぎて、他の仲間は全員オリジナルキャラっていうことだけ言っときます。さあ、行こっか。普通にこれ撃つだけでいけるね。さあ、覚悟。リリア様？オッケーオッケー。せーの、はい。あ、やっぱ耐えんね。リリア様、目が入るや。安定してる。魔法使いはね、AI がいいんだよ。いや、今回はね、前回はちょっとなんか、レベル34とか39とかいたからさ、その分はでかかったけどね、ちょっと今回はさすがにザコさんがかなり楽になるよ。みんなレベル45ですからね。45だ、一番低いのがしおちゃんの。まあ、しおちゃんはオリジナルキャラではないんだけど、唯一しおちゃんは友達だなってか。それだったらしおちゃん入れればよかったじゃんか、前回ピコ太郎出てきとったけど。じゃあ、普通に頭かすらしに行くか。さあ、光よ、せーの、はーい。頼むぜ。ギガエクスプロージョン、おーい、よろず、まさに。しおちゃんが、なんで料理を、なんで料理を盗んでいるんだ。まあ、いや、役に立つんだけどさ、お前攻撃してくんない？クール、来た。クールコード強すぎか。来た、クール。クール。このクール強すぎだろ、やっぱ。クール。いや、強い、強い。ビリア。さあ、ラブコール打っていく。これ前回ピコ太郎がやってたやつですね。あ、じゃじゃーん。おっと、仲間の、今回はね、仲間がいるんですよ。この人。この一番右はね、NPC キャラです。クエスト同行 NPC なんで、自動で戦ってくれるんですけど、結構戦力になるな。火炎の息入ってくれんじゃん。めっちゃ戦力になる。コンサートに来てねじゃないんだよ。普通に戦力になるな。あー、うん、知ってるやつがいるわ。大丈夫大丈夫、いけるいけるいける。まあ、とりあえず頭数。マイペース？おー、やるの今後する。あのシャワー。だよね。しおちゃん？だからしおちゃんは何をしてるんだい？攻撃しないな。来た！チュー！強いな。ギガエクスプロージョンが強い。まあ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 、ここ、ビリア？敵に送る歌、状態異常です。ね、かかってない。いや、強い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 。こいつ強くねえか。味方強くねえか、今回。味方も強いぞ。先に回復しとくか。うん。おっと？おー、3! 3人手助け。めっちゃ回復する。すげえ回復した。きたん！ドンドン！きたん！そうそう、猫。このやっぱ火力職だからさ、3人。魔法使いと猫は火力職だから、やったりに出たら褒めるやつ。大丈夫大丈夫大丈夫。ビリア！
ハサミ撃ち通常攻撃が強化されるやつだ。いけ、おい、もうちょもう一体になればまさかのそれああ嘘でしょ仲間強えな。イエーイ、今日もヤデヤに泊まっていくと。今回はもう誰も風になってほしくないな。あ、君は次回出てくる予定のニコラちゃんお前出しゃばったな。さてはお前次回で出るよ、心配しなくても。そのプレゼント買ってきたって。あ、シオにあげるんだ。買ってきた、あげるよ。どうも。カブトムシの標本。あ、嬉しそうなんだ。大事にする。これで好感度がちょっと上がるね。うんうん。うわ、やだよ、ちょっと、ああ、イベントキャラが、イベントキャラが話し始めた。聞いてみせようか？はい。なんか待って。雑音で死にそう。雑音で HP 食らうとか。普通だった。ふう、すっきり。うんうん。ないな。イベントばっかだな。何？キラってマイペース。はい。そうかな。仲間しが、うん、食べるね。絆をされたらかないじゃん。仲間しが隠れたり。攻撃についてですね。そういうこと羨ましいよ。褒めてんのか、けなしてんのか、どっちなんだよ、ウニリア様さ、扉の鍵を手に入れてきたんで、なんだかんだで。これでね、扉の鍵を刺して、入れるわけですね。そんなファンファーレ鳴らすそんなファンファーレ鳴らすあれ、珍しいイベントが。美食家じゃん。美食家イベント。これは、氷点下にも冷めず、凍えた体をポカポカに、この温かさをもたらす食材をズバリ、春を待つ人の心のぬくもり。おや、私は美食家ニッキー。うん、そのパーンって出てこなくても、なんか、今日ゲスト多くない？なんか、動画外のゲストが多すぎるんだけど、今日。最高料理感動しています。この感動ぜひあなたにも。単純にくれるやつです。ありがたいですね。ポナベティー。さ、奥地かな。さあ、奥地だね。ちょっと待って、嫌なグラフィックがいるな。これ死神じゃねえの、まさか。これ死神、まさか。最後デビル大丈夫かな。なんかあれやって俺死神にはいい印象なあ。めんどくせえな。前回強かったやついんじゃん。結構だぞ、これ。前回1体でも結構強かった。レプリカタイマーでしょ、右人の。デビルってお前何してくんの。俺ちょっとなんか嫌な予感がするんだけど、大丈夫かな。あれじゃないよな。俺多分、まあ、あれだったらあれで見せるか。命の振りかかるしね。いきます。ああ、よかった。あの技じゃないのね。死神には嫌な思い出しかない。まあ、とりあえず、バリアかけていく。しおちゃんからかけるか、さすがに。しおちゃんからかけるか。低耐久すぎる、お前は。お前は少し低耐久すぎる。オッケー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 。さあ、しおちゃん。あ、料理。あ、いいんだけどさ。それはいいんだけど。攻撃してね、次から。さあ、バリア、リリア様かしこい。え、大丈夫か。あ、大丈夫、大丈夫。そんな強い技じゃない。あ、でも2回攻撃か。え、二回攻撃結構、え、三回ちょっと待って、三回いんのか。カウンター、待って。あいつ三回攻撃してくるぞ。これ、結構相当な難易度してんな。これ、前の仲間だったら負けてんな。ゴールだ！オッケー。アイドルさすが。自分の行動権を、他の人に移す。強いんだよな、これ。これがあると全然違ってくる。癒しのメロディしようか。マイペース。あ、よかったよかった。ケチるんじゃねえな、思ったので。まあ、これで回復させて、
ふりかけはあんま使いたくない。前回みたいな。ふりかけ使うのはちょっと避けたい。あの、使いすぎは避けたい。で、また再び自分回ってくるから、ここは、ビリア意外と HP あんな、お前。あれなんかビリア一番 HP あんの？このメンツの中で。俺じゃないんだ。ビリアなんだ、HP あんの。すげえな。食の影響もあるだろうけど、そんな HP あるんだ、ビリア。じゃあビリアちょっと後回しにしようか。OK！ さあ攻めてこう、攻めてこう。フレイムト！来た来た来た。リア様攻めてこう。あ、大丈夫か？いや、うわ、でも強っ！ちょっと待って、ビリアは？ビリア危ねえ！下げようか、ビリア下げようか。さすがに一発が強すぎる。え、強くねえ、お前。めちゃんこ強いな。悪夢もあんでしょ？嘘でしょ？こいつ強すぎない？割りかしとんでもない強さしてるぞ、お前ら。両方とも強すぎてさ、どうしようかなってなってんだけど。さすが最高難易度やな。まあでも仲間がこれ、コンスタントにダメージ与えてくれるから、狙われない NPC として、それはでかいかもね。仲間がコンスタントにダメージ与えてくれるから、最悪耐えるだけでもなんとかなる。来た！リーダー様！リーダー様手伝って、魔法使いはね、コンスタントに、あの、仲間の中ではさ、基本的になんか、変な行動するとかあるじゃん。魔法使いはね、あの、ほとんどそれがないんですよ。あの、攻撃魔法打てるんだったら絶対打つっていう、結構賢い AI してるんで、それはありがたいところだね。ここでまあ、振りかけ使っちゃおうか。リディア様はコンスタントにやってくれるからね。さあ、どうしようかな。次自分が癒しのメロするから、回復は必要ないと思うけど。それがあるよねー。ウェーイ結構食らう。クールナイスナイスクール。オッケー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 。ビリア食べちゃうのかあそこ。どうせ俺が回復すんのに。連携取れねえな。いやいや、何をしとるか君たちは。いや、映ってもしゃあないんだよ。いやいや、多分それは、まあ、意味ない技してるよ。まあ、簡単に言うとリザオラル効果っていうんですかね。まあ、癒しのメロディーして回復させて、塩とリーダーで攻めてもらおう。何をしとるか、お前らは。まあ、いいんだけどさ。いや、まあ、それはありがたいんだけどさ。ギガライトニング！なんで狙いを変えた？狙いを変えてもしゃあないって。え、ビリア！ビリア、ビリア、マリア、マリア、マリア！ビリア、ビリア、ビリア！おーい、ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。危ない、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 危ない。強くねえか、お前。これの3回攻撃とか普通にチートみたいな能力してるぞ。はい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 。おっと？大丈夫？女同士で何を考えとるんや。まだマシか。前回よりはマシやけどさ。いや、いいんだ。大丈夫。ただなんか仲間の狙いがバラバラすぎてさ、どっちにやってんだよってなってんだよな。大丈夫大丈夫。さすがに、もう、頭数削ろ。まだか。リーダーさん！ファイヤー！嘘！ファイヤーした！ファイヤーで倒したあいつ。まさかのリーダー様、ファイヤーって言って、嘘でしょ。ファイヤーで倒すの最後、それ。じゃあ、シオ前線出ていいね。一人倒れたまんまだ。あ、珍しい演出だな。そっか。消えないんだ。イベントの関係上。へぇー。あとは、レプリカ大魔王よ。あと一体だけ。勝てる、勝てる。もう、前線復帰した瞬間寝るんかい、お前は。いいよ、いいよ。さすがに勝てる。リーダー！オッケー！頑張れ！いける。もう勝てる。もういける。普通に攻めて終わりよ。おっと、コウモリトルネードそれを待ってた。その他大火力待ってた。もう終わるよ。終わる。覚悟。マジカルワロー。よいしょ強かったぞ、これ。これ冗談じゃないか。強くなかった今回。結構普通に無言でさ、やってた時間の方が長かったかもしれん。はい。ここはどこなのかって言いますと、まあ、裏のね、ボスを倒した後、なんていうかな、裏ボスを倒す、その後にさらに裏ボスがいて、その裏ボスを倒した後にくれるっていう、もう完全やり込みの場所なんですよ、ここって。ネオンシティっていうんですけど、この1番か2番か3番かうまいがいあるんですけど、ここには、今までのストーリーのコンパチボス、まあ要するに、なんかな、ドラゴンがボスだったら、そのドラゴンが超強化して出てくるみたいな、そういう感じのボスがいっぱい、ひしめいてる場所になりますね、はい。で、
ここに行く意味は何かって言いますと、まあ、例えばその時々回収するドーピングアイテム、料理の回収ですとか、まあ、そういうことをする場所になるんです。まあ、あとは単純にね、あの作業としてやる人。そして、ラストのこの恐怖の塔。一回だけ攻略したことあります、これ実は。結構僕は底辺の時にやったんですけど、恐怖の塔ね。はい。で、次回はね、ちょっとこの1番階から8番階全部ね、突破するっていう放送をしてみたいと思いますんでね。放送？いや、まあ、多分動画にしてるわ。恐怖の塔はね、放送だわ。長いもん。